さあ、今週も始まりました。トンカラトピア。イエーイ。今週お届けするのはイラストレーター愛とペーパーアーティストさきです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この放送は上田新事務所沖松タレント事務所 CLP セントラルライブリープロモーションプレゼンツで地域の注目情報や地域で頑張っている人たちにスポットを当てて紹介していくほか CLP の最新情報などをお知らせしていきます。スタジオの観覧は自由になっていますのでぜひ遊びに来ていただけたらと思います。ご希望の方は上田市観光会館横野さんと上田館にお越しください。裏に入り口があるのでぜひお入りください。番組ではメッセージを受け付けています。メールは clp.art2013@gmail.com clp.art2013@gmail.com Facebook は www.facebook.com/clp.jpn www.facebook.com/clp.jpn はい、今回12回目の放送となりました。早いね。はい、今週のトークテーマはあなたの自慢を教えてくださいということでメッセージお待ちしています。お待ちしています。はい、ということでね、はい、今日は3月10日月曜日なんですけど、はいはい、もうホワイトデーの週なんですよ。おー、早い。早いね。早いですね。もうこの間バレンタインだと思ってたらもうホワイトデーだね。ホワイトデー私まだ考えてないんだよね。さっきなんか考えた？考えましたよ。おで、実は今日、うん、作ってきたんですよ。おすごい女子力バレンタインデーでね、はい、いただいた方がいい。何作ったの？カップケーキを作りました。女子力だね。じゃあ一つお披露目。お披露目。へえ、すごい。本当に手作り感。手作り、本当に手作りしました。また買ってきたんじゃないの？違いますよ。ちょっとめっちゃ汚いんですけど。総向きに見せんの、カップケーキへえ。どんぐらいかけて作ったの？カップケーキ自体は、うん、30分ぐらい。意外と早い。で、いろいろ書いたりなんなりが、40分で、ちょっと2時間ぐらいかけて作ったんだ。はい、すごいじゃん。なのでちょっと放送中なんですけどプレゼントしに行っちゃいます。じゃあ行っちゃってください。はい、ハッピーホワイトデー。見えないところで渡されている。おめでとう。じゃあお返しに。お返しに。何が出てくるんだい？お返しのお返しのお返し。本当だよね。キリなくなっちゃうんですけど。じゃあこれくらいしか出ちゃう。私逆チョコもらったのにお返ししなきゃ。むしろ。ありがとうございます。ホワイトでもいいんですか？そんなにいっぱい。私を太って食べようとしてるんですか？太らせてか、太ってじゃない、太らせて。すごいすごい、いただきました今。ホワイトデー。そっか、もうホワイトデーか。早いな。すごい、かわいい。ありがとうございます。ありがとうございます。お返し早急に考えます来週の放送にまたお渡しされる。ありがとうございます。ありがとうございます。ということでね、はい、さあ昨日の話になりますが、はい、私たち2人実島ユニットわらはみとして4月から再始動を発表させていただいていましたが、はい、再始動前にイベントに出演させていただきました。はい、青木村の靴掛けの宮淵神社で行われました神楽殿サウンドフェス復活回れ回り舞台というイベントだったんですが、うん、会場にはなんと100人を超えるお客さんがお越しくださって、すごいいっぱいだよね。すっごい盛り上がりましたね、うん、こんな感じだね。写真かな、光っちゃおうかな。すっごいいっぱい集まってくださって楽しかったですね。人がいっぱいいるのは分かるかな。こんな感じで、はい、た
たくさんの方にね盛り上げていただきまして、はい、いやすごい楽しかったね。はい、楽しかった。この周り舞台は江戸時代に建てられた文化財ということなんですが、はい、この舞台で私たちわらはみもライブをさせていただき、久しぶりに私たちの持ち歌の赤の演舞と疾風を歌わせていただきました。はい、この2曲歌ったのすっごい久しぶりだったね。そうだね、昨年の10月に私の個人の個展でアートライブをやったんですけど、その時以来ですかね。はい、あ、じゃあすっごい久しぶりだったね。なんか早いね、もうそうか、あれが10月末でね。いや久しぶりに私たちがこうしたイベントに出てくるということで、はい、どっからファンの方々もたくさん来ていただきまして、はい、本当にありがとうございました。ありがとうございましたね、うん、はい、私たちの他にも信州上田おもてなし武将隊の皆さん、青木村義民太鼓保存会の皆さん、うん、たくさんの方々が出演していて、それぞれがあの歴史深い舞台にあった素敵なステージだした出した。そうだね本当に、はい、いやでも青木村はまだすごい雪が残っていて、はい、私たちのあの肩出しのわらはみ衣装、こんな感じ。ちょっとこれ最後のエンディングで頭を下げてるところなんですけど、はい、近くで見せてもらっていい？あのね、すごいわらはみの衣装の露出度が高くてめちゃくちゃ寒かったです。いやもう皆さん来ていただいた方も風邪とかひいてないかなと思って。大丈夫かな。いやもうなんか私もうこれ罰ゲームだとか言いながらステージに登ってました。はい、ではここで一つメッセージをお伝えしたいんですが、はい、おかずのりさんからのメッセージです。はい、昨日神楽殿サウンドフェスのスタッフをやっていたおかずのりです。ありがとうございました。寒い中素敵なステージをありがとうございました。お世話になりました。歴史のある文化財の神楽殿で和ロックなライブをしてほしいと思っていた思っていました、うん、あと実はわらはみさんのファンだったので。あ、そうなんですか。ファンだったので自分の企画するイベントでライブをしてほしいっていうのも思っていたので、うん、実現して嬉しかったです。またファンの方によるおたげも多分青木村で初だったと思います。すごい、おたげ初上陸。おじいちゃんおばあちゃんも初めて見る人も多く、うん、多かったと思うので良かったと思います。盛り上げていただき本当にありがとうございました。来年度は8月、9月ぐらいにやりたいと思っているので、またぜひ来てほしいです。暑い時期ね。ということです。はい、確かにあの結構その、で周り舞台があるところの周りって木が結構茂っていて、ね、日陰だったので、雪がまだまだ残っていたからね。はい、夏だったらね、涼しくていいかもしれないね。はい、また参加したいですね。ぜひまたよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、いやなかなかね寒い中だったんですけども、はい、結構たくさんの方が来ていただきまして、あのそうさっきあのコメントにもあったんですけど、はい、あのおじいちゃんおばあちゃんとかもたくさんいまして、私たちを孫のような目で温かい目で見守ってくれて、ね、本当になんか微笑ましい、逆か、はい、微笑ましいのは向こうかすごいありがたかったですね、はい、うん、嬉しいことだ。で次回は上田真田祭りで、はい、わらはみ、そしてもう一人ゆかちゃんとの3ピースユニットステージ1が初お披露目ということで、はい、ぜひお楽しみに。お楽しみに。はい、ではここで1曲お聴きいただきましょう。ヴィレッジさんで花歌。眠い目
たに咲くタンポポ Come on baby 穏やかなトゥトゥトゥ春の日差し来ましたビレッジさんは安曇野市出身のアコースティックユニットで東京都内で路上ライブをしていましたが昨年9月に松本の芸術館でのライブを最後に現在は活動休止しています。はい、ということでここで今週のメッセージテーマに行きましょう。はい、今週のメッセージテーマはあなたの自慢を教えてくださいということなんですけどね。はい、先なんかある、はい、私はやっぱり、うん、お姉ちゃんが愛ちゃんっていうことですね。どうしたの急に。何お小遣い欲しいの。いやいやいやどうしたの急に。本当に自慢ですよこれは。どうしたの。まあもう一つあるんですけど。えそれスルーしてくるのちょっと なかなかのスルースキルね。もてあそぶね。はい、もう一つがですね、過ぎてくんだ、本当に過ぎてっちゃうんだ。うん、もう一つが言いたいならどうぞ。一日中黙ってられることです。それおかしいから。髪渡してもらって黙ってろって言われればずっと黙ってられます。ダメだね、私絶対無理だな、それは。まあ、その前の方が気切れにならなかったけど、まあなんかスルーされてたから、まあいいや、ね、うん、もったいねえな。ちょっと恥ずかしくなっちゃった。頭痒くなってきた。アイさんですって。いやちょっとそこ強調しますね。私の自慢できることは、そこスルーすんだ、お前もスルーすんだ。だってこれ、掘り下げるの掘り下げるか掘り下げんのこれ掘り下げる。じゃあ
どういうことなの？どういうつもりでそういう風に言った？何？私に媚びてるの？うん、愛ちゃんは、うん、すっごい妹思いなとこがあって。あ、恥ずかしいね。続けるのも。ちょっとこれは、はい、ないよ、どうすごい、はいはい、で、うん、朝だいたい愛ちゃんの方が起きるのが遅いんですけど、うん、朝起きて私がグデンってしてると、もうさっきちゃんとしなよとか言ってくれたりとか、すごい。これ続ける？とにかくなんかいつでも盛り上げてくれるところですね。え、どうしたの本当に？ホワイトデーの前だからってちょっと甘すぎるわこれは。なんだこれ、甘いって感じだよ。だって古いけど。え、だって。いや、うん、ありがとうございます。どうもありがとうございます。いや、まあ、これなんだよこれ。なんだよこれ、どうしたらいいんだよ、収集つかないよ。一番最初にこういうのぶっ込んでくるんだよ。どういうこと？初っ端それ言うんだ。どっちかっていうと順番逆だよね。あの、黙ってられますっていうのを先言ってからのはずが、それを華麗にするって黙ってられますね。すごい、むしろうまいよ。もてあそばれた私今。いや、私の得意なことはやっぱあの時間を気にせずずっと寝てられること。うん、ある意味すごいね。あと本当のなんか嬉しかったことか、はい、お前も全部言っちゃうんだ。え、先にメッセージ言ってくれよ。あ、メッセージ言ってくれよ。なんで全部やっちゃうんだ。あ、どこまで行こうと思って止めが入ったので、じゃあメッセージ読ませていただきたいと思います。はい、これは名前は俊介くん。ありがとうございます。ありがとうございます。メッセージ、あ、これ読んじゃいけないのか。僕の自慢は中学の時吹奏楽部に所属していたので、はい、サックスを演奏できることです。あ、かっこいい。サックスって難しいんですよね。ここのなんか木べらみたいな、あれ、それあってもいいですか。そうですよね、振動させてやるんですね。すごい、すごい。え、実際家にもあるってことですか、サックスが。いや、高くて買えないんだ。あ、なるほど、その技術がすごいんだよってことですよね。なかなかできるものじゃないですもんね。友達もやってるんですけど、サックスを。すっごい難しいって言ってました。かっこいいよね。すごい。なかなかでも吹奏楽でサックスやってるとこある？どうなんだろう、少ないのかな。え、その子は何でやってるの？中学の部活で。あ、部活で。あ、いや、私の時あったっけ、サックスなんて。増えたのかな、わかんない。おしゃれだな。なるほど、他のメッセージは。はい、じゃあもう一個お願いします。はい、愛ちゃん、ふさきちゃん、こんばんは。こんばんは。昨日は青木村でのイベント、お疲れ様でした。お疲れ様でした。久しぶりのイベントで楽しかったです。会場はまだ雪が残っていたり日陰で、おまけに風も吹いていてたからすごく寒かったですね。お二人は特に寒くなっお二人は特に寒かったのではないでしょうか。あの衣装だとね、肩丸出しだからね。オイラ的に昨日は思うように盛り上げることができなくて反省しています。そんなこと言わないで。声があんまり出なかったのと、おたげがまだまだだったからです。いや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 。来月の真田祭りまでには完璧にマスターでするので、期待していてください。頑張るよ。ラジオネームつるちゃんからでした。ありがとうございます。なんかそこまで本当に大切に思っていただいて、ありがたい。私たちこそ本当に向上しなきゃっていうところなんですけど。そうですよね。ですね。そうなんですよ。いや、本当に皆さんね、おたげもあの見てるお客さんとかが結構面白がってくれて、あ、てててって真似してましたね。あ、すごいっつって、なんか結構ほとんどの人、半分ぐらいの人が多分真似してやってました。はい、やってました。後ろの方でこうやってやったりとか、あとこうやってやってました。はい。あの、さっきも言ったけど、青木村おたげ初上陸だったからね。はい。確かになかなか見ることないもんね。そうですよね。イベントだったらね、君たちがステージにいるんだけど、おたげやってる方を見ちゃう。どっち見たらいいんだろう。そういうパターンが結構あるね。あるね。はい、ありますね。あれも確かに見せる動きだもんね、もうね。じゃあ次も行きたいと思います。はい、はやぴさん、お、ありがとうございます。ありがとうございます。
あいちゃん、さきちゃん、こんばんは。こんばんは。昨日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。今日もまた雪が降っています。本当にやだ。寒い。特にこれといった自慢はないのですが、強いて言えば我慢強いとか、ある程度のことは耐えられます。そんなプチ自慢ということで。それかなりプチじゃないよ。結構自慢ですよね、うん、でもさっきもそっちの系統だよね。さっき黙ってられるって言ったけど、我慢強い。我慢強い。我慢なのかな。そうか、でも我慢、うん、我慢じゃない。声上げ上げ上げ声を荒げたか、うん、荒げたか見たことない。確かに。あー、ね、そうか。でもがん、いや結構すごいことだと思いますけどね、うん、私なんか我慢できないタイプなんでさっきも我慢できないね。目の前にお菓子あったら食べちゃうもん。食べちゃうダメ。一昨日かな。一昨日だよね、あの話。一昨日ですね。その話すんの。するよ。するよ。そう、あの兄弟的なネタを聞きたくてみんな見てるのかもしれないじゃん、一部の人は。はい。あの時何だったんだっけ。最初何食べてた。何をしてた。あ、家か、なんか出かけてて家に帰ってきて、でまず何食べたの。パン。こんぐらいでっかい、顔と同じぐらいのパン。お昼を食べてなかったんですよ。あ、そうなの。食べてなくて小腹すいたね。でこんな大きいパンを、顔と同じぐらいのパンをもうすごい勢いでガーッて食べて食べて、でその後は薄いおせんべい2枚食べて、であのもうこのでかいパンを食べてる時点で、私もお母さんもなんかえらいでかいの食べてるじゃんみたいなことを言ってて、で今度お菓子とかあさっておせんべい食べて、で飴食べます。そう、静かになったと思ったら飴食べてて口の中が乱されてると思ったら、今度次の瞬間に次何食べようか考えてたっていうデブキャラ発言。やばいですピンチピンチ。でも大丈夫、まだ太ってはない。でもだいぶ顔でかくなりました。あ、それ言っちゃう。私何も言わないで、クワソの件については。はい、じゃあもう一個。はい。あ、ありがとうございます。カッパさんです。新潟のカッパより。ありがとうございます。ありがとうございます。あいちゃん、さきちゃん、こんばんは。こんばんは。昨日は神楽殿サウンドフェスへの出演お疲れ様でした。お疲れ様でした。仕事上がりに聞いていますが、今日のテーマは私の自慢ということで、個人的なものにはなりますが、私の自慢は土地柄、美味しいお魚とお米が食べれることです。いや、自慢ですよ。かなり。いいな。海がないからこの県はすごい自慢。でも食べることです。また海に沈む綺麗な夕日を見ることもできるので、機会があればぜひ皆さんで上越に遊びに来て、美味しい日本海の幸を味わってみてくださいねって。行きたい。いやー、本当に羨ましい。すごい。イベント呼んでください。イベント呼んでください。イベント開催してくださいあ、もうこれ今日一の自慢かもしれない。あの、美味しいお魚とかいいな。やっぱり長野県だから、旅行に行くってなると海があって美味しい食べ物が食べれるところに行きたいって思うじゃないですか。そうですね。本当に羨ましい。いいな。いいな。お魚食べたいな。新鮮なお刺身。いいね。美味しいお酒。うん。こんなこと言えるようになっちゃった私だから。あら。これはいいことだ。ということでね。はい。じゃあ次行きますか。ではここでまた一曲お聴きいただきましょう。ザ・フォトンズさんでハッピースカイアンブレラ。Oh,
ましたザ・フォトンズさんですが、現在は活動休止していて、メンバーがここに活動しています。そしてですね、実はこの曲4月から始動しますゆかさんとのユニットページ1で歌わせていただくことになりました。イエーイ、カバーさせていただくことになりました。はい、皆さんよく聞いといてください。私たちの音結構ガラッと変わりますのでね、はい、楽しみにしていてください。はい、先ほどもお伝えしましたが、次のステージイベントが来月に決定しています。4月26日土曜日、上田真田祭りにてライブをさせていただきます。今年の上田真田祭りは2日間開催ということで、26日がステージイベントなどを中心とした日で、翌日は真田軍の武者行列や中央交差点での真田軍対徳川軍の決戦劇などが行われる予定になっています。詳細はこれからになりますので、決定し次第お伝えしていきます。はい、そして少し先の話になるんですが、5月13日火曜日には東京にあります平和島ボートレース場にて行われるイベントに出演させていただきます。こちらは平日となっていますので、なかなか行かれないっていう方も多いかとは思いますが、お時間に都合のつく方はぜひお越しいただきたいと思います。こちらも詳細分かり次第お伝えしていきたいと思います。ではここでウェザーニュースから今週の上田地域の週間天気予報をお伝えします。今日は青空があったものの、雪もちらつく寒い一日となりました。明日11日火曜日は晴れのち曇りで降水確率 10%、 12日水曜日は晴れのち曇りで降水確率 30%、 13日は曇りのち雨で降水確率 50%、 14日金曜日は曇りのち雪で降水確率 50%、その後も冷たい雨や湿った雪での冬の寒さが戻り、15、16日週末はともに曇りのち雨で降水確率 50% となっています。今週は冬と春が行ったり来たりと寒暖の差もあるので、体調管理にご注意ください。はい、今週は暖かい日と寒い日の温度がね激しいので、本当に体調管理気をつけてください。はい、いや早いね。早い、本当にまた冬が戻ってきてやだね。はい、寒いのやだ。さあ、聞こえてきたのは今週のエンディングナンバーでわらはみの疾風です。最近はこの私たちの曲をローテンションで入れていますが、この疾風って結構いろんな方に人気で、はい、気に入っていただいてるんですよ。はい、さあ今日はあなたの自慢教えてっていうことでメッセージをいただきながらお送りしてきましたが、やっぱり応援してくださるファンの皆さんも私たちの自慢ですよね。今日は出れるね。本当そうだね。本当嬉しいですよね。宝物がいっぱいだね。はい、ということで、はい、今週は今日はここまでということで、番組ではメッセージをお待ちしています。スタジオの観覧も自由になっていますので、ぜひ遊びに来ていただけたらと思います。ご希望の方は上田市観光会館横のサント上田館に来ていただいて、裏に入り口があります。ぜひお入りください。はい、いや毎週、はい、週に一度イラストを描こうと思って一生懸命なんですけど、いつももう時間ない。あらら、はい、じゃあ最後にイラストだけ曲中に流してはい、こんな感じ。まあということで、また来週会いましょう。はい、じゃあまた来週、バイバイ。涙を添え
バイ。